さあ3ボール2ストライク、次の1球でどうなる。外、見逃し三振。ちょっとこうツーシームのような感じ、外へのボールで、スリーボールのストライクから見逃し三振。いやいやね、フルカウントになったツーストライク、フルカウントになったらね、やっぱり、臭いボールはいかないかんですよ、まあ、本人はもう歩く気持ちで言ってますからね。臭いボールは振らないかんですよ。ワンアウト、ランナーなしでバッター取りたいんです。鳥谷にも今日ヒットはありません。あ、落ちるボール、ね、鳥谷は今日ちょっとタイミングは合ってませんよね。時刻は8時41分を回りました。あらかじめお答えいたします。試合の途中ですが、このゲームはこの後8時44分から総合にサブチャンネルで放送します。両者は対戦は今シーズンもありません。ストライク、ここもフルカウントですね。ね、2人の打者に全てフルカウントでね。そうですね、苦しいピッチングしてますよね。先ほどとは全く逆の形でフルカウントになってますが、ツーストライク追い込んだんですがね。そうですね、さあここも次の1球、あっと鳥谷も三振、ね、三振するようなコースじゃないと思うんですがね、真ん中に近いところでしょう、ね、ツーアウトになりました。時刻8時43分を回りました。プロ野球タイガース対ベイスターズのゲーム、この後8時44分から総合にサブチャンネルで放送します。リモコンの操作方法についてはこの後ご案内します。新井が今日3打席いずれも出塁、思い切っていこうという気持ちでね、あらいは今バットックス入ったと思うんですよ。これでワンボールワンストライクです。ましたけどね、はい、あれはもう思い切っていこうという気持ちでいったと思うんですよね、はい、この見極めがね、今日はいいですよね、はい、あれ手が出るとこなんですがね、
次のボールはね、やっぱり球種もコースも狙ってね、それ以外のボールなら振らない、その自分の狙ったボールだったら思い切っていくという、そういう形でいいんじゃないですか。ストレート系でいいんじゃないですか。ファールです。この回ちょっとスライダーですかね。そうですね、ストレートじゃなかったね。だから狙い球じゃなかったかな。この新井に対しても3ボール2ストライクになりました。結局三者三振、いずれもフルカウントまでいって、どうなんでしょう。藤江も苦労はしてたような感じなんですが、いやプレッシャーはかかる場面ですよね。しかしいいとこから落としてます。ストライクからボールになるところでね、フォークですか。これはやっぱりね、フルカウントですからね、はい、どうしてもやっぱり振り